言葉の処方箋100本ノック、あずまやでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日の言葉の処方箋はこちらです。砕けたる心、小児のごとき心、ありのままの心。これは内村鑑三の本に出てきます。キリスト信徒の慰めという内村鑑三の本に出てくる言葉です。で、キリスト信徒の慰めっていうのはね、内村鑑三が、内村鑑三は人生の中でたくさんの困難を経験してます。で、それを一つ一つっていうのかな、6つの章に分けて、その時、それぞれこう慰めについて書いてます。で、それの第6章に出てくるのが、先ほどの、砕けたる心、小児のごとき心、ありのままの心っていうのが出てくるんですけども、で、内村鑑三はね、キリスト者なので、なんていうかな、どんな時であっても神様はね、何かを捧げ物、貢ぎ物、捧げ物がなくても、なんていうかな、神様が守ってくださる。私ちょっとよく言葉の使い方が分かってないかもしれませんけど、そばにいてくださるっていうことを、内村鑑三、それが慰めであるって書いてると思うんですね。で、神様は決して捧げ物を要求することはないんですけども、なんていうかな、我々その、困難に向かっている人っていうのは、その汝の心を捧げよっていうふうに書いてるんですね。で、その汝の心っていうのが、すなわち、一番初めのその砕けたる心、小児のごとき心、ありのままの心っていうことで、困難の渦中にいる時っていう、その辛い心のままでいたら神様が寄り添ってくださるっていうことを、内村鑑三、それが慰めであるって内村鑑三は書いてるんですね。で、それはキリスト者ならそういうふうに考えるかもしれませんけど、そうじゃなくて、これは、なぜこれが言葉の処方箋になるかというと、メディカルカフェも一緒だと思うんですね。少し前に勝海舟の奥さんのタミさんが、嫁のクララに向かってね、悲しい時は、一緒に泣きましょうと、嬉しい時一緒に喜びましょうっていうことを言ったと思うんですけど、これも同じですね。だから困難にあって、もう砕けてる心を持ったままで、メディカルカフェとかに来た時、寄り添う場に来た時にね、誰かが寄り添ってくれますよっていう、その、なんていうの、素直な心のままで、いてていいんですよって、その時間を一緒に共有しましょうっていう、まさにメディカルカフェの、真髄っていうかな、いうことだと思います。はい。今日もありがとうございました。